ったです。あの元 J リーガーの森崎選手がこうやっぱりプロの経験をされている方からいろいろ、あとコーチたちにいろいろ教えてもらいながらこういった経験をできるのは、なんかこう夢を追いかけている最中の子どもたちにとってもすごく刺激になるなって思いましたし、私もとっても刺激になりました。はい、本当にこういう企画があって、またみんながこういうことを好きだなとかやりたいなとか、そういう気持ちが芽生えるのかなと思って、とても素晴らしい企画だなと思いました。はい、そうですね、私はやっぱり作ドラマや映画などの作品を作る仕事に携わっているので、こうやっぱり出来上がったものを見てもらうことが多いと思うんですけど、どういうふうに作られているのか、やっぱりメイクさんとかまずスタイリストさんがいて、カメラマンさんや照明さん、音声さんがいて、監督がいてっていう、この現場でのそれぞれのプロの役所の人たちが集まってやっているんだなっていう、それぞれの仕事を見て、なんかこういう仕事もあるんだっていうのを経験してほしいです。私はあのお菓子作りがすごい好きで、母の影響で、それでよくあのお菓子本を毎日1ページケーキを、いろんなケーキを焼いたりしていて、あのよくパン屋さんだったりとかデパートのこうクリアガラスで作ってるところが見れるところにへばりついて見てました。まあ、やっぱり演技を通して、そうですね、見ている人の心がこう動くような、そういう作品に携わっていきたいなと思ってます。こういうドコモ未来フィールドっていうような、こういう企画になんかこう参加していただくと、いろんなことを経験する中で自分が何が好きなんだろうとか、こういうことが得意だなとか興味あるなっていうことがどんどん分かってくると思うので、いろいろ挑戦して、で自分のやりたいことを見つけて、そのやりたいことが見つかるときっと日々の活力になったり、新しい価値観に触れたり、仲間ができたり、とても大事なことだと思うので、またぜひ皆さんドコモ未来フィールドに参加して、いろんなことを経験してがむしゃらに突き進んでいってほしいと思います。こんにちは、皆さん、綾瀬はるかです。こんにちは、ドコモ未来フィールドに参加している皆さん、準備は OK ですか？はい、私広島は地元であるんですけれども、みんなが頑張って楽しんでる姿を見たくて応援しに来ました。では私から掛け声をかけますので、練習開始の頑張るぞって言ったらおーって言ってください。いいですか？じゃあ行きます。頑張るぞー。ではキックオフ。ありがとうございます。Yeah!
ャレンジチャレンジ。アイスさん、一言どうでしたか？すっごい楽しかったです。楽しかったよね。おめでとう本当、いい日でしたね。じゃあみんなもうちょっとあ、そう、ちゃんと水分とって、よし、じゃあ後半もみんな思いっきり楽しんでボールにしがみついてください。ワンゴールしてくださいではありがとうございましたそれでは皆さんのことを応援してくださったあやすさんに感謝の気持ちを込めて、皆さんでありがとうと、ありがとうございますと言いましょう。私がせーのと言いますので、皆さん揃ってありがとうございますとお願いします。皆さんせーの、この後もサッカー教室続きますので、水分補給してゆっくり休んでからまた練習再開お願いします。コーチの皆さんお戻しします。飲んだ。